モーターランページ、はい、新しいニューモデルの紹介、新井さん、はい、よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。2020年ですね、新しい、モーターランページですね、を紹介させてください。このモデルですね、スピットファイアーというモデルで、サイズが、55と58の2サイズ展開です。で、色もですね、ネイビーと、黒ですね、ブラックがあります。で、このボードはですね、まあ、ハードボトム、このモデルだけは、ハードボトムのみの、展開になってます。で、まあ、見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、こういったことがレールがですね、しっかりとあのレール落ちてるんで、ちゃんとコントロールできるような、姿勢になってます。で、あとはですね、まあ、ツインフィンになってて、でさらにここにスロットですね、スロットボトム入れてるんで、ここを、まあ、水が抜けて、まあ、より速く、そして、まあ、ルーズですね、ツインフィン独特のルーズ感を味わえるようになってます。で、ツインフィンっていうと皆さん結構なんかルースでくねくねしたなっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、フィン、これちょっとフィンなしなんですけども、フィンでちょっとまあこういうパフォーマンスに専用のフィンをですね、選んでもらえると、ちゃんとしたホールドしたサーフィンができるっていう、システムになってます。まあ、これはスピットファイヤー、これがまあ、まあ、5万円ですね、5万円と5万2000円なんで結構まあお安くなってます。まあ、これはスピットファイア、まあ、今年の一番のおすすめかなと思います。どんな方に、まあ、これはですね、どちらかっていうとおすすめの方はですね、まあ、普段バキバキのショートボード乗ってて、まあ、ちょっと、まあ、少しクルージングしたいよって方、あとはまあ波がちっちゃい時に遊びたいボードを選びたい人には、まあ、これもおすすめ、モートランペちゃんが一番これもおすすめで、ハイパフォーマンス、まあ、ツインというところなんで、そういうサーフィンを持っている方にはいいかなと思います。